避難当初、避難3月11日、12時の朝、避難指示が出まして、避難して、多分高齢者とかそういう方も疲弊していたと思いまして、で、6月かな、6月、去年の6月にこの仮設住宅ができまして、皆さん避難所からこちらに移られて、で、私はそのから若干遅れて7月に入ってきて、いろいろこう高齢者の方を見たときに、で、何か自治会とかそういうものでまとまって、そういう高齢者とか子どもさんをいくらかでもこう守ってやらなくちゃなんないっていうようなことで自治会を発足して、その時はもういろいろボランティア団体が頻繁に来て勇気づけてくれました。あと、この高齢者をこうサポートするサポートセンターっていうのが県でできまして、その中にこうデイサービスとかっていうのがありまして、でか、この三春地区の、社協とかそういうところにデイサービスにこう利用して、こう高齢者がいろいろそこのところで地元の方と会ったりして、こう今はそういうサービスを受けることによって、お年寄りたちはこうなんかこう顔色が変わってきたっていうことがあります。そういう気持ち的にはこう改善はされてるかと思うんですけれども、一番困ってるのはその政府が賠償とかそういう部分についてこうぐらついてるんで、ぶれてるんで、当初は自治体が3月12日は現場法って原子力事故のもので10条15条で政府が避難を命令するんですけれども、で、そのことによって今度帰る期間っていうのは自治体のその避難のものを優先してこうやるっていうようなことで、富岡町としては自治体として5年間帰らないっていうことにしたんですけど、やっぱりそれではこう各町村と公平が取れないっていうことで、そういう文言を消しちゃって、文書の中からそれは自治体じゃなく指示をした政府だということで、まずさらにこう後退しているんで、いろんなこう生活している部分についてはこういろんな団体さんからで落ち着いてはいるんですけど、この政府のそのぶれてる現状に対して不安は持ってますね、今。一刻も早く国が方針を決めて、短時間で我々の生活が安定できるように、基盤を確立できる方策を緊急にしてほしいと、そういう現状で今困って、住民が困ってるっていうのは、その生活基盤を確立できないっていうのが一番の問題ですね。